いや天下さん、はいはい、宮崎3日目ですけども、はい、3つ目の落語会終わりまして、まあ、お客さんもねたくさん来ていただいて盛り上がったんですよ、まあ、雨の中、ところがこの今もう終わって出た瞬間、いやこれはちょっと待って、何でしょうか、ちょっと待ってください、何か別のトラブルが発生してますよ、はい、これはね、はい、私でも言えないトラブルだ。あ、そうですか、大丈夫ですか、はい、大丈夫です、あ、よかったです、それは危なかった、危なかった、危なかった、今めちゃくちゃ台風上陸中じゃないですか、今そうっすね、うん、こんなに降るんだ、雨ひどいですね、いや、これしかしあれですよ、今日の夜お客さん、いや、ちょっとね、不安になりますよね、心配ですね、ここまでの嵐は結構初めてね、やっぱりちょっと10月やるイベントってちょっと怖いなって、そうなんですね、改めて思います、この、明日、はい、明日が本来やろうとしてたとこはちょっと今そうです、ね、台風の影響で、はい、できないみたいな流れですかね、ですね、はい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 、じゃあもうやっぱりこうね、あの応援してくれる人がいて、うん、だったらうちでやっていいよっていうことで急遽ちょっと場所を変えて、なるほどね、ですね、まあ、台風自体はその頃には、うん、まあ多分問題ないだろうという予報なんですけど、白島市の吉松家、はい、住宅というところは文化財ですので、はい、この文化財をちょっと保護しないといけないというね、うん、観点からこういう時はちょっと申し訳ないけど遠慮してくださいということで、代わりに打ち上げの会場の一尺さんという焼き鳥屋さんがあるんですけど、はいはいはい、打ち上げだけの予定だったんですが、ここで落語会をやると、おーおー、もしかしたら帰ってそっちでやる方がいいことになるかもしれませんか、まあ、そうですね、ね、うん、これはもうこれ運命に任せるしかないでしょ、まあ、そうですね、身を委ねますね、こんなにね雨が降るともう、うん、お笑いをする必要があるんですか、こんなこんな雨、ね、あなたも、いやちょっとね、はい、もうそうですよね、ところもお笑いとかもう聞きたいんですか、これもうみんな今もう、いやいやいや、この状態、もうそうですよね、通ってみたいですよね、まあ、いくら屋内のイベントとはいえ、イベントとはいえね、もうこのあと、天下さんの割と家の近くの、はいはい、劇場ですか、割と近いですよね、公民館です、はいはいはい、これあれですか、すごい今リアルなこと聞きますけど、はいはい、晩ご飯ってこう今 どのタイミングで来るんですか、晩ご飯は打ち上げ終わった後です、うん、打ち上げが終わった後、はい、おお、打ち上げ終わった後じゃない、ごめんなさい、会が終わった後、会が終わった後打ち上げがあると、会がもう一回、何時からでしたっけ、6時半、6時半ですね、はい、6時半ですね、うん、なるほど、まあ、どっかで、ね、軽く食べてもいいですし、なるほど、まあ、ただこの外出たくないですけどこれちょっと嫌です、ね、この状況、一旦うちに避難します、あ、うちに戻ります、戻ります、おお。それは賢明かもしれませんね、うん、だと思いますね、この状態だと、はい、なるほど、どうですか、3日間過ごしてみて、宮崎の人たちというのは、はい、いや宮崎の人たちはもうみんなね、ええ、誤解してましたよ、ほら、誤解ですか、誤解してました、こんなに暖かいとは、おお、ね、僕が昔十何年前行った宮崎とは違いましたね、その時はあんまりロックな思いではなかった、なんかあんまりいい思いなかったですけどね、このやっぱり落語の特にお客さんがいいんじゃないですか、ほらら、ね、宮崎のあったかい、はい、楽しんでくれる、うん、ね、ね、2日目の様子はまだこれじゃあ語ってないんですよね、これ2日目の様子をね語り忘れてました、昨日帰りが遅すぎて、うん、そうですね、夜中の何時でしたっけ、1時1時ね、2日目のショットバー来ましたね、あそこでね、ショットバー奥さんで、はい、奥さんでもお客さんが盛り上がってね、はい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 、ご馳走していただいたりとか、お店からもね、あんなにいっぱいご馳走してもらっていいんでしょうかね、あなた皆さん、ああ、
一皿1200円のカレーをご馳走になったことありますか。本当にそんなのね、まあね、そんなもう高級なねカレーをね食べたりとか、うん、ビールも美味しいっておっしゃってました。あのビールがね、あの僕飲んだことないビールで、はいはい、でもあの日本のビールらしいですよ ね、 ね、でも県内だったらね、うん、3カ所とか入ってましたっけ、あのビール置いてるのか ね、 ね、うん、なんていう名前でしたっけ。それがさっぱり覚えてないね。あ、覚えてないでしょ、あなたも。LP… もうね、あのね、めちゃめちゃ覚えにくい名前やねん。ビールの名前が。ね。英語で書いてるし、しかも、うん。で、でも日本のビールらしいんですよ。札幌って書いてた。うん、あの、看板にね。そう。で、30年前から売られてるらしいけど、初めて見て。銘柄としてはね。うん、だピエール滝みたいな名前や。ね、そんな名前だったでしょ。多分、ピが入ってる。そうそう、ピエールみたいな名前が。あれはね、飲んだ瞬間にね、うん、あれこれってなんかちょっと新発売のなんかなみたいなね、はあはあ、うん、あのプレミアムモルツとか、はあ、そういうのにちょっと近いんだよね、味がなんか、今までのビールとはちょっと違う、違う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 、もう上質ですよ、本当に。へまあ、あればっかり飲める日が来たらいいですね。あーですよね、もう天下さん、この外の雨の音が、うん、大きすぎて僕らのトークもあんま聞こえてないぐらいのこれすごくないですか、これ。これはすごいですね。これは春夏秋冬この工業やってますけどここまでの雨はないです。初めて一回でも同じように最後に自分の地元の近くでやるというとき、こんだけ土砂降りの雨が来た時があったんですけど、あの会場に着いたらもう雨が止んでるっていう状況がありました。なるほど。ラジオ中継でたまたまなんですけど、はいはい、その時あのラジオの番組の中で賛美歌が流れたんです。ほう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 、晴れるやん、晴れるやんね。マジなんですよ。今日は何も流れないですか。これちょっとラジオ大きくしてみましょうか。はい、こう上げましょうか。じゃあ私がこれ晴れるやだったら晴れるんじゃないですか。これこれボリュームってこれでしょ。はい、お願いしますよ。さあ何が聞こえてくるかな。いや、何が聞こえるか。あ、なんか聞こえてきた。よろしくお願いします。さあ、ということで初めてということで、山の城のレニファルトさんのリクエスト、これ僕らがラジオでしょ、雨を見た回でした。普通のラジオ今聞いた、雨を見た回なんて晴れるやに対して対照的な、雨を見た回でした。絶対雨じゃないですか、こんなしかもタイミング悪く、はい、兄さんが喉をやられてしまいました、やられてしまいましたすごい今具合が悪いです。最悪だですね、はい、コンディションが、はい、コンディション大丈夫ですか。ちょっと一旦落ち着いてください。こんなね、次の落語会までの時間が短い、はい、スパンの短いの初めてです。いや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 、しかもこの天気、でも本来であれば、うん、日曜日なんて3公演やるんですよ。あ、そう、3公演やるんや。朝昼晩やるんで、今日はでも2公演ですから、まだまだ、おお、まあ明日もちなみに2公演です、うん、はい、ちょっと頑張っていただきたいですね。いや全然それはね、いいです、ね、いいんですけども、これ、はい、晴れてさえすれば全然問題なかったですね。ああ、そうですよね、それだけの問題ですよね。そう、あの宮崎のそのドキュラクはどうですか、出来としては。そうですね、まあ宮崎来て、はい、移動中に起こったことを毎回新ネタで作って発表する、うん、実際ネタ作る時間はない状況の中で、はいはいはい、3本やりました、はい、けども感触としてはどうですか。んーの、一つあれですね、やっぱ言えるのは、はい、もう受けるとか滑るっていうまず、はあ、ことを考えなくていいと思いましたねこれに関しては。なるほど、もうあのとにかく起こったことを落語調でやりきると、落語形式でやりきるという、特に今日思いました思ったことをね、僕が来てこう 見たり
感じて体験したことを今日、うん、あなた見ててどうでしたか、今日の3日目のやつとか。いやー、ひどかったでしたねねえ、これ、受けてるんですけど、受けますよ、あのね、これはね、僕これ言えるのはね、7カ所行くでしょ、今回、はいはい、7カ所ともね、受けるのは受けると思うんですよ、うん、まあね、あのというのはやっぱりここに来てさっきのことですよって言って喋るから、そうそう、あのハードル低いんです。はあ、はあ、はい、だから笑いはね取れると思いますが、もうとにかく今日のとかも ね、もうエネルギーで乗り切りましたからね。いや、ちょっと内容まで踏み込まないですか。内容は、天下のおばさんが、車にね、はい、僕を乗せて、はい、その天下の実家まで車で送ってくれたんですけど、そのおばさんのデフォルメが、まあ、はい、はいはいはい、まあおばさんに何かの恨みがあるんじゃないかっていうぐらい、あんなにね僕に親切にねしていただいてるのに。そうですよ、もうおばさんのねキャラがねあれこうなんていうんですかね、やっぱり第一声がね、僕その、うん、あ、天下のおばですって感じなんですけど、はい、もうそれのなんかねテンション上げすぎたんですね天下なみたいになったから、トヨタ真由子でしょ。あ、そう、トヨタ真由子ですよ、もはや。もうね、もうだからもうそれ以上テンション下げれなくなったというか、うん、でもまあそれはそれでお客さんは天下のおばさんのうっそーめちゃめちゃやないかいめっちゃ水かけられたり、もうトラックからお客さんはほら天下のおばさんのこと知らないから、うん、まあなんか面白いおばちゃんだなと思ってね、思ったかもしれませんけど、ね、おばの知り合いが一人でもいたらもうえらいことになっちゃう全然違いはないかと、ね、全然違いますから、もはやもうあんだけ違うと、はい、もう許せるでしょ、違いすぎていや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 、ね、もう多分ね、おばさん本人が、ね、聞いても、ね、もう何のこっちゃ分からへんと。周りに回ってね、うちのおばの耳に入ったらえらいことですよ、ね、違いすぎて、おお、あれもちょっと聞かせるのは危険ですよね。まあ ね、だって、まあ、自分からね天下のおばさんが、ね、アクセスすることはないと思うんで、ほらほら聞いて聞いてって言ったら聞くでしょうけど、はい、自分で到達しないでしょ、あそこにはその音源がアップされてもね。なんかあのアナログ人間の悪口は言ってもいいんだみたいな感じでやめてもらっていいですか。いやいやいや、絶対知る、ググらないでしょおばさんは。いやでも他の人がね、はいはい、ググって、はい、こういうのアップされてたよみたいな、なんか告げ口みたいになってるじゃないですか。いやいや、面白半分でやめちゃう人がいると、はいはい、ちょっと一気にこれね、なるほど、前さんの立場が悪くなりましたね。おー、全く肝を冷やす話で消すな。ね、もでも、なんで師匠のモノマネが入ったのかよくわかりませんけど、けしからんもんで、ほんとにもうとにかくね、この台風、この中、今からちょっと、はい、天下さん、はいはい、まあ、お客さん、ちょっと本当、読めませんけども、ちょっと読めないです、一番集客が見込めるところだけに、ちょっとこれはね、はい、これはちょっとね、わかんないですね、これね、これね、台風、ふざけるなと。うん、いうことで、とにかく一旦、また明日はまた、明日というか今日の終わってから、はいはい、報告するかもしれませんね。あ、それもいいですね。はい、てなてなことで、はい、はい、ではでは、またまた。